ハローエブリアントで今回でらしてる、今回はですね、今回は珍しく僕一人での動画がスタートということで、今ね、おかんですね、洞窟探検に行っててね、家にいないんですよ。ということは、おかんに、ドッキリ仕掛けてればと思ってますね。おかんにドッキリ仕掛けれますね。ということで、おかんにドッキリを仕掛けていこうと思います。まあ、いつもね、俺とおかんで、まあ、こういう家に住んでると思うんですけど、今からこの家をですね、ぶち壊します!あいつも住んでる我が家をぶち壊すんですよ。で、もうそしたらおかんはもちろんぶち切れじゃないですか。こらー!あんた何家壊してんのよ!こらーってね、もう怒ると思うんですけど、おかんおかん。こっち来てって言って、俺の場所についてきたら目の前には、なんと、新しい豪邸があるというね、サプライズドッキリを仕掛けていこうと思います。さあ、ということで、ちょっとおかんにバレないようにこっそり、クリエイティブモードにしました。さあ、これでもう家を破壊していきましょう。さあ、いろいろね、こう家具があるんですけども、この、ベイベイベイもう大型テレビも、ベイおかんが最近練習してるピアノも、ベイパソコンも、オラ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 いっぱいチェストとかあるけど、オラオラオラすんげえ鉱石出てきた。とりあえずもう家をぶっ壊します。おかんこれ切れるぞ。おかんマジでこれ本当に切れるやつだ。やばいこれ本当。俺ワンチャン死ぬぞ。いやこんなことしてもつまんないな。もうここはコマンド使って一気にやっちゃおう。いきます。オラもういいよ、TNT でコッパミシンにしてやろう。大丈夫だね、パソコン耐えるよな。パソコン耐えてくれよマジで。耐えろよ。オラいけいけ壊れろ。うわよしよしよやばい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 本当にやばい本当にやばい本当にやばいガチでやばいガチでやばいもう家の原型なくなっちゃった。おかんが洞窟から帰ってきて家に帰ろうとしたら、こうなってたらおかんもう大発狂すると思うんですけど、ちゃんとね、今から新しい家を作っていきたいと思います。さあ、ということで今から豪邸を作っていこうと思います。もうおかんね、もう金ブロックとかダイヤモンドブロック大好きなんで、これで家作ったら間違いなく喜ぶと思うんすよ。今からもうおしゃれな家作っちゃうよ。うわ、これたまらんよ、これ。うわ、これたまらんな。おかん大喜びだよ、こんなの。よいしょ。よいしょ。おかべ。おバカかっこいい。バッあれなんかダサ気のせいか、なんかクソほどダサい気がするけど、まあまあまあ、これこっからだよね、こっからだよね、こっからかっこよくする。ここら辺に金ブロック使ったりして、あはははかっけー。でドアも無駄にでかくしよう。大丈夫かな本当に。いやでも金ブロックとか使ってるからきっと喜ぶよね。おかっこいいよね、かっこいいかっこいい、オッケーオッケー、間違いない。で床はエメラルドブロックね。おーすごいよ。いや今まで住んでた部屋より全然いいよね、こっちの方が暗いな。ちょっと待って、おーすごいすごい、もうおかん光ってるのとりあえず大好きだから、こういうの置いとけば、おーいいじゃん。本当に喜ぶかなこれ、大丈夫かな、喜ぶかな。かこれあくまでこれおかんを喜ばせる企画なんだけど、喜ぶよね。いやでもたくさん鉱石使ってるから大丈夫なはず。ちょっと家具とか燃えていこう。よいしょ。なにこれ、なにこれ、家の中にお菓子の自販機とかあったら喜ぶだろ。ベッドも置いて、おー、いいな。ちょっと見た目ダサいな。変えるか。グロースストーリーとかかっこよくなる説ある。おーおー、いいわ。めっちゃキラキラしてるぜこの家。あ、おかんの顔作ってあげよう。そうだそうだ。あれ、おかんの顔ってどんなんだっけ？もうおかんの顔忘れちゃったな。あ、こんな感じだね、おかんの顔。ああ、いい、おかんだ。もうサングラスかけたら一瞬でおかんになってきた。あ、おかん自分のこと大好きだから、自分の顔あったら間違いなく喜びます。で、最後に王冠みたいなのをつけてあげたら、あっという間に、んー、こら！見た目は、バッチリじゃないですか。ちょ、こういう感じでちゃんとパソコンも用意してあげて、で、ここにデスクトップを。オッケー、これで完成ですね。はい、おかんの家を壊した代わりにこのように豪邸を準備いたしました。ということで、おかんが洞窟探索終わるのを待ちましょう。まだかな、俺ずっと待ってんだぜ。助けてー。え、待って、なんか助けてー。確実になんかだいぶでかい声で声聞こえんな。バカバカ、あっちからあいつ絶対迷子なってんだろ。どこ、あれここら辺じゃないの、あれどこ、ここら辺じゃないの。どこにいんだ、ほんまにどこだあいつ。ほったらかそうかな、赤坂。え、どこ、あいついないの、声は聞こえんだけどいねえな。赤坂。あ、こっちだな、こっちだ、あ、いた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 、赤坂、赤坂、大好
好きだし。いやー、ほんと近いな近いな、うん、近いな近いな。あ、間違えた間違えた。今本音それ。いや、ごめんね、今口が滑ったわけだからね。もうシーラね、私ふて寝する。ふーんだ。あ、そうか、シーラね。あ、じゃあバイバイ。ごめんね、赤坂くん。ごめんね、赤坂くん。ごめん、嘘嘘。もう私は赤坂くんと一緒についていくのよ。洞窟探索どうだった？もうゾンビにやられても大変なことになっても。あ、でも、収穫なかったの、なんも。実はあったのよ。お、ダイヤモンドとか見つけちゃった？ほんまに見つけてる。これね、2個見つけてきました。まあまあまあ、でもダイヤモンド見つけたならまあでかいよ。さあ、ナイス。なくさないよね、はいはい、ほら、チェストに入れないと早く家に帰って。あ、そうだ、ね、確かに。ここら辺だよね、家は。私はね、ダイヤモンドのチェストをね、なくしたことが、あ、チェストじゃない、ダイヤモンドなくしたこと3回以上あるからね。あ、そうなんだ、そう、気をつけないと。ん？あれ、ここだよね、家。うん、ここだね。あれ？あれ？家、あ、あれ？あ、家がない。あー、怖い怖い。ほんと、なんてことしてくれてんのよ、これ。いや、ね、おかんの家、ぶっ壊しちゃった。ペコ、ペコ。ペコペコ。さすがにやりすぎよ、それは。いや、これが YouTuber だよ、おかん。もう YouTube やめてください。いや、やだね、俺は YouTube 続けるんだ。ふに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 。やりすぎよ、それでも。もう私もう帰ろうかしら。もう海に帰るわ。もう私知らない。待って待って待って、何も言わずにこっちついてきて。どこよ。ちょ、俺が今が案内するから、何も言わずにこっちついてきて。何も言わずにね。うん、おにぎり食べたいわね。何も言えなくそうだ、これだ。こちらを見てください。ん？こちら、なんと今回何をこの豪邸作りました、うん、ちょっと入っていい中。入っていいっすよ、入っていいっすよ。え、やったやった、ほらすげえ、めっちゃ豪邸。しかもダイヤモンド、私の大好きなダイヤモンド。これしかもグローストーンにエメラルドに、ここには金鉱石。ほら、いや、私の夢のような空間だわ。え、嬉しいでしょ。ありがとう、赤坂くん。ほら、あそこにはほら、前の家より全然いいんだけど。 ありがとう、赤坂くん。前の家より全然ダサい気がするんだけど。今回の動画はおかんの家ぶっ壊して新しく豪邸にしてみたりした。いや、ありがとう。こんな家に住めるんだったらもう私は壊されても全然いいわ。いや、こんなとこで一生寝れるだなんて、私は幸せ者ね。んあ、おかん、ちょっと待って、間違えた間違えた間違えた、間違え、変なの置いちゃった。ちょ、バカバカバカ、ちょ、バカ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 、やめてやめてやめて、それはダメ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 。あ、ちょ、あー、豪邸がー、ちょっと、私の家が二つもなくなっちゃったじゃないわよ、赤坂。なくなっちゃったね。でもあれでしょ、さっきはさ、なくなってなくなってまたある、もうこれ以上の豪邸があるっていうことだよね。よっしゃ、連れてって連れてって、次の豪邸。もう家は用意してません。これで終わりです。だからもう僕たち家なくなりました。うわー